はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、太もも痩せということで、以前ですね、足パカっていうね、こういう仰向けで足をパカパカするねエクササイズが流行ったと思うんですけども、今回はその足パカの上級編になります。なので足パカの上級のメニューを一つと、あとは足パカの上級をしながらくびれを作るエクササイズの2種目をね紹介しようと思います。まずですね、太もも痩せなんですけども、スクワットをして足が太くなっちゃう人、前ももが張りやすい人とか、あとは体の硬い人っていうのはね、結構筋肉が発達しやすいんで、スクワットをするよりも、まあ、今回みたいなね、内もも、内転筋を使うエクササイズをやってみてもらえたらと思います。なのでじゃあ、今日はね、椅子を使ってやっていきます。椅子を使って2種目10回3セットをやっていきますんで、ぜひ皆さん椅子を用意してもらって一緒にやりましょう。まずですね、サイドプランクという状態を作ります。肘ついて、足をまず椅子に乗せます。そしたら手は腰です。まずは内もものエクササイズでいきます。これで体を持ち上げます。しっかり胸張って、これでですね、下の足を10回動かしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これ左右いきます。同じようにいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回反対いきます。これ3セット一緒にいきましょう。はい、いきます。1、2、3、しっかり胸張ってくださいね。6、7、8、9、10、うーきつい。だんだんね、足が上がらなくなってきますからね、頑張りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あーきつい。だんだんとね、足が上がらなくなります。あともう1セット頑張りましょう。はい、いきましょう。1、2、3、あ、きつい。左足きつい。6、7、8、上がらない、上がらない。はい、ラスト。きついですね。うん、きつい。よっしゃ。もう一種目いきますんでね、頑張っていきましょう。今度は今と同じ姿勢で、手は頭の後ろです。そしたら、体を持ち上げて、肘と膝をつけます。息吐きながら。10回。きつい。きついね、きついね、これは。ちょっと、いやー、一種目にするべきだった。最高。1、2、ふ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 、
行こう。よっしゃ、あと少しです、頑張りましょう。よし、1、2、3。ラスト、最後頑張りましょう、行こう。1、2、3、4、5、6、7、大体がきて、9、10。ああ、内ももが。はい、ラスト、いこう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ああ、きつかったですね。最後ね、ストレッチ、いきましょう。しっかりね、正座して、足横広げます。これぐーっと広げてもらって、これでね、しっかり、体起こします。こういう感じです。こういう感じです。これで、しっかり内転筋伸ばしましょう。はい、OK。お疲れでした。
いや、上級編だけあってね、ちょっと辛かったですね。まあ、皆さん、10回3セット2種目、できた方はよかったらコメントください。結構きついんじゃないのかな、これはね。まあ、タートル結構きつかった、これ。内転筋とかあんまりトレーニングしないんで、内もも結構辛かったですね。いやー、しっかりね、太もも細くしたい方、内ももとかはね、筋肉大きくなりませんから、前ももが張りやすい人なんかはね、しっかり太もものバランスを取るように鍛えてもらったらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にブログのリンク貼ってますんで、よかったらダイエット情報を見てください。今日もご視聴ありがとうございました。